はい、どうもアタックチャンネルでございます。自分はですね、東京の蒲田西口商店街にてお店やってます。カードゲームやミニチュアゲームのお店です。プラモデルなんかも扱ってて、地元のおもちゃ屋さんみたいなね感じの散らかったお店です。はい、よろしくお願いしますね。蒲田の皆さん、お世話になってます。で、今回ですね、プラモデルの話題なんですけども、ちょっとバンダイさんが革新的なね商品を、まあ、今年より強めて出してるって感じなんでね、実は今までもあったんだけど、今年より強めてリリースしてるんですよ。すごい革新的なプラモデルっていうのね。で、なんでこういう話するかっていうとね、やっぱね、これカードゲーム業界にも見習ってほしいなと思うところで、はい、で、どういう革新的な商品なのかというところね、お見せするんですが、まあね、うちのお店に在庫としてあるのはね、まあこのポケモン、ポケプラ製品ですね。実はこれ、これまでもこの革新はあったんですけど、おそらく今年入ってからその革新を強めてきたのかな、っていうところで、まあその革新が何かと言いますとですね、まあ普通のプラモデル、じゃプラモデルじゃないですか、ポケモンのプラモデルでね、実はガンダムでもあるらしいんだけどね。でもガンダムのその革新的な要素が入ってるアイテムはちょっとうちには入ってこなくて、あのうちにある在庫としてあるのはこのポケモンなんですけども、で、革新、その革新とは何か話しますね。これここを見てください。ででん、道具不要のプラモデルって書いてあるんですよ。はい、で、しかもこの道具、筆、ニッパー、そして接着剤、何もいらないよという話なんですけども、まあね、皆さんこれまでも、まあ、プラモデルが、まあね、例えばディティールがすごいね、あの革新的に、あの見た目のビジュアルが良くなってるとか、あとまあ色分けされてるね、これ筆いらないとか、書いてありますけど、もう素組みでもこう色がついてるような感じで、色を塗る必要がないぐらいのクオリティで色分けされてるとか、これはね、もう相当前からあったことなんですけど、俺がね、これですげえなと思うのは、これニッパーがいらないってことを言ってるわけよ。で、接着剤なしはもう随分前からあるよね。俺が子供の時からもう接着剤なしのものはありました。で、俺がまあそうね、大学生、まあそれから10年ぐらい経った後、色分けされてるプラモデルね。まあガンプラでいうところの HG。とかだよね、あの色を塗る必要がないプラモデルっていうのが一応出てきた。そしてさらにニッパーがいらないって言ってるんですよ。これここですね。特にニッパーがいらないというところは最近なんですよね。俺ここ最近そのプラム取り扱い始めるまでこれ気づかなかったんですよ。ニッパーがいらないってどういうことかっていうと、まあなんか軽く見てみるか。でも見ての通り、こうちゃんとランナーになってるんですね。で、パーツが色分けされてると。で、これニッパーがいらない、ニッパーがいらないだけじゃちょっと言葉が足りなくて、ニッパーを使ってはいけないプラモデルなんですよ。これどういうことかっていうとですね、これランナーからパーツを取り外す際に、これ手でプチンって取るんですよね。ニッパーでさ切っちゃいけないんですよ。むしろニッパー使っちゃいけないんですよ。あのプチンって取るだけですごい綺麗にスルッと取れるんですよ。これがこのプチンってやるだけで、で逆にニッパーで入れるとその切り込み跡が、あのちょっと目立っちゃう。ニッパー使わない方が綺麗に切り取れるんですよ。これちょっと信じられないでしょ。信じられないんだけど、これガチなんです。マジなんです。これニッパー不要じゃなくて、ニッパーを使ってはいけませんっていう、そういうレベルなの。ちょっと信じがたいでしょ。で、これがバンダイホビーキッズっていうことで、バンダイホビーサイトキッズみたいな感じで、要はもう工具を一切使わずに手でちぎっても綺麗に作れるっていうか、手でちぎった方が綺麗に取れるんですよ。これマジでちょっと信じがたいでしょ。ということでね、まあ、ポケモンプラモコレクション、ポケプラのラインナップについてはですね、まあ、このマークがついてるのは最近なんですよ。今年入ってからなんですよ、これね。おそらく、
やっぱコロナ需要でこうプラモデルが結構爆上げしてるんですよ、売り上げが。そういう中でちょっとここすごいアピールするようになってきて、実はこれまで出てきたポケプラ製品も同じだったんですけど、こういうなんつうのかな、バンダイホビーキッズとか、こういうロゴとか、この工具いらないっていう、こういうマークは今年入ってからつき始めたのね。で、これと同じような、ニッパーなしで作れるっていうガンダムとかが出てて、それがなんかね、転売屋に買い占められて大変なことになってるらしいけど、そう、実は以前からポケプラに関しては、ニッパー不要っていう、そういう設計がされていたんですね。これ知ってました？ね、ビビるっしょ。ビビるっていうか、俺の今の話信じがたいでしょ。ニッパーいらないっていうのが。なんか、まあ確かにこれまでもこうニッパーなしでなんかプチンってやって、でもそうするとさ、やっぱそのプチンってやったさ、取った後がさ、なんかこう、やっぱバリみたいのが残ったりするじゃん。それがないんですよ。なんか、ぬるって取れる感じなの。ぬるっと。で、目立たないんですよ、その切り口が。本当に。これ本当マジで。マジなんです。はい。で、個人的にこのね、リザードン、カイリュー VS セット、これは俺気になってるんですけど、そう、俺リザードンもカイリューもね、リザードンはバリクソポケカでも強いんだけどさ、カイリューはいまいちね。まあカイリューでもね、そう、カイリューデッキもなんとか作ろうとしたけど、あんま強くできなくてね、2体ともちょっと好きなポケモンなんですけど、そうなんですよ、これニッパーいらずね。このゲンガー、なんと顔が3種類もついてるっていうね、これ面白いよね。そうだからね、これちょっと、ポケモンホビーキッズっていうね、こうキッズって書いてあるでしょ。だから、プラモ業界も、要は何が言いたかったかというとですね、プラモ業界も、あれなんですよ、初めて、まあ、ここでコロナですごい売り上げが上がってる中で、こう、新しいお客さんを掴もうとしてるってこと。で、これ、こういうね、新たにこういうアイコンが外箱につくようになった。実はこれまでもニッパーいらないキットっていうのはあったんだけど、こういうのを強調するようになったね。あとこうキッズっていうね、子供でも作れると。だからね、カードゲーム業界もその入り口の、なんかどうせね、パック大量に買わないと強いの作れないんでしょっていうさ、そういうなんかさ、カードゲーム始めるにあたって、このあるじゃん、そういうの始めたいなと思っても、どうせなみたいな、どうせ大量課金しないと強くなれないんでしょっつって、そういうところをさ、なんかもうニッパいらないですみたいなさ、そういうね、まあ、なかなかね、これとね、カードゲーム業界つなげるの難しいとか思うけど、その新しいお客さんを作ろうとしてるのが見受けられますよね。ぜひね、ちょっと一回触ってみてほしい。本当にニッパーいらねえから。むしろニッパー使うと汚くなるから。本当に。ニッパーやって、ヤスリ焼けして、みたいな。いや、ほんと手でちぎって素組みして、ヤスリは、まあ、ちょっとかけた方が綺麗になるかもしんないけどね。そうすると、まあ、上から色塗る、パテ埋めして色塗るとかね、そういうところまで見ないといけないからね。素組みでも相当綺麗です。手でちぎってやっても。で、その切断面に関しては、ニッパー使わない方が綺麗に切断できる。クッてやった方が綺麗に切断できる。そういう風に設計されてる。これちょっと本当にね、俺感動したんで、ちょっと触ってみてほしいっていう、そういう話です。まあ、ポケプラあたりだったら、割といろんなお店で在庫残ってる。そのガンダムのなんか、本当にビギナーズエディションみたいなのがあったのよ。そのニッパーいらずの。それがなんか全国的にね、転売屋の的になっちゃってるらしいです。という話でした。ね、プラモ業界が革新しているということです。やっぱね、今年入ってこう上げ市場になったから、そこでさらに新規をつかもうで、そういうことだよね。だから上がってるから仕掛けられるっていうのはあると思うのよ。でもね、これ本当感動したんで、俺ちょっと本当に、ちょっとこれのミュウツーがあって、ちょっと個人的に作ってみたのよ。ちょっと今ミュウツー知り上げれちゃったけど、ちょっと感動したんですよ、マジで。わーって思って。俺最初ニッパーでやろうとしてたの。でも、なんか手でちぎった方が綺麗だってことに途中で気づいて、作ってる途中で。あれ？みたいな。なんだこれってなって、それで。
ちぎった方が綺麗に作れるぞって、うん、ニップは使わない方が綺麗に取れるぞってびっくりしたんだよ本当に、うん、っていう話でした。はい、ぜひ機会があればねポケプラ触ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。